アリ・ウィリアムズ・アリ・ウィリアムズはニュージーランド出身のラグビー選手。ポジションはロック。1981年4月30日、オークランドで生まれる。身長202センチメートル、体重112キログラム。キングズ・カレッジ卒業、カレッジ在学中の17歳でラグビーを始める。その前までは、サッカー、テニス、クリケットの選手で、 いずれもオークランド州ジュニア選抜に入るほど、ラグビークラブの2番目グレードから始まり、1年でトップグレードでプレーする。オークランド高科専門学校に進学、2001年にニュージーランド州代表選手権のオークランド州代表チームに入り、ダラナキ戦でデビュー。翌2002年、スーパー12のブルースに入り、ハリケンズ戦でデビュー。同年、 オールブラックスに初選出11月9日のイングランド戦で代表デビュー2003年に開催されたラグビーワールドカップオーストラリア大会にニュージーランド代表として出場する2007年所属するブルースは起立に関する理由としてウィリアムズをシーズン途中でメンバーから外す同年8月ニュージーランドラグビー協会と2年間の契約延長 そしてタズマン州代表チームの移籍を発表。ブルースとのトラブルは代表選考には問題なくラグビーワールドカップフランス大会の代表に選出。2008年、ブルースからクルセイダーズに移籍。しかし、翌2009年には再びブルースに戻る。2011年、イングランドのノッティンガムに1月だけの短期移籍、4試合出場する。ウィリアムズは、ブルース、 オールブラックスのもと、チームメイト、ダグハウレットと共にキッドスキャンチャレタブルトラストの公式支援を行っている。ありがとうございます。